は、バクウマダイエットゆかりご飯チャンネルのゆかりです。しかないでは、いかがです。今日何作るんですか。はい、今回はですね、大さじ3の油で作るうま塩レモン唐揚げのレシピをご紹介します。うま塩レモン唐揚げいいですね。もう、暑くなってきたから、もう唐揚げが美味しい季節になったと思うんですよ、うん、で、今回は大さじ3の油で、はい、油控えめでもカリッと美味しく作れるレシピをご紹介します。はいはい、私なんかずっと指浮上してるんですよ。寝てる間に大当たりしてて、それで壁を殴ってるみたいで、それで突き指したとか言って起きると、そんな感じなので、今日は温存のために、はい、大坊さんにチャージしてほしいなと思って、お願いします。はい、お願いします。材料はこちらです。まず鶏もも肉の水気を拭き取ります。で、ここで水気をしっかり拭き取ることによって鶏の臭みが気になりにくくなります。そしたら次、調味料を絡めていきます。ポリ袋の中に鶏肉を入れます。コロッとね。はい、まずお酒です。お酒。はい、次レモン汁。はい、でレモン汁入れると適度に程よく清涼感加わって美味しいんです。鶏ガラスープの素です。はい、鶏ガラスープ入りました。結構鶏に鶏って言われたりするんですけど、うん、鶏に鶏を合わせると美味しいです。で、ここで塩です。はい、はい、塩入りました。はい、最後おろしニンニクですね、うん、ここは私が入れます。はい、ここで全体に調味料がなじむようにしっかり揉み込むようにします。で、うん、はい、揉み込んだら30分置きます。はい、はい、置くことによって味がしっかりなじんで美味しくなります。では30分経ったら、あとは片栗粉をまぶして揚げ焼きしていくだけです。衣をまぶしたらすぐ焼いた方がカリッと仕上がりやすいですので、衣をまぶすその前に油を温めていきます。はい、中火でやっていきましょう。はい、中火で温めます。で、衣をまぶしてあと焼いていくだけなんですけど、うん、まぶす前にここでポイントです。ペーパーでその水分を拭いてください。はい、一回拭き取ってあげた方が、うん、この後油で焼いた時にカラッと仕上がりやすいです。ここで、はい、片栗粉、やりたいですか。やりたいかどうかって方はやりたいね。はい、まぶします。はい、まぶします。皮目から入れて両面焼いていきます、うん、はい、この時片面3分から4分を目安に、うん、はい、こんがり焼き色がつくまで焼いていきます。いいですね。こんな感じでいい感じの焼き色つきました。はいはいはい、4分ぐらいだともしかしたらちょっと焼き色つきにくいかもしれない、うん、そもそもこうやって醤油とか入れてないから、そう、なので普通の唐揚げと比べると焼き色はつきにくいです、うん、ですよね。ひっくり返したらさらに3、4分ほど焼いてカラッと仕上げます。はい、ひっくり返してから焼きましたので、はい、火を止めて油を切ります、うん、で、ここでしっかり油を切ることによってカラッとした仕上がりになります。はい、できました、はい、結構やって5分ほど置くと肉汁が落ち着いて、うん、より美味しく食べられます。ここで黒胡椒を振ります、はい、仕上げに黒胡椒を振ることによってスパイシーな香りが加わって味の引き締め役になります、うん、もうこの香りがまたレモンと相性が抜群ですね。ちなみに今回伊賀郷さんが好きなこの糖質ゼロパーフェクトサントリービール、うん、これはやばいよね。糖質ゼロのちゃんとビールの味が美味しいビールだったのね。すごい気に入ったね。よく飲んでますよね、うん、食べちゃった。いただきます。ね、美味しいですよね。ね、飲みたくなっちゃう味ですよね、うん、いいですね。飲めるわ。美味しいよ、この唐揚げは。嬉しい。仕上げの黒胡椒良くないですか。良い、良いし、レモンの風味がいいですね、うんうん、さっぱりして。はい、そんな感じで、はい、とても簡単に美味しく作れますので、ね、ぜひ作ってみてください、うん、はい、はい、美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。